それでは早速、日本ドライケミカルの決算報告ということで、えー、ご説明申し上げます。まず第1ページ目ですね。<laughs> えー、この3月期のートータルの売上の数字は447億9300万、えー、営業利益が28億2700万、経常利益27億7700万ということで、 気象の、機種の予想した数字を売上ではほぼほぼ達成、そして利益面では予想の数字を上回ることができました。21年3月期との比較で申し上げますと、売上は順調に伸びておるんでございますが、利益の方は少し落ちましたが、 我々消防防災設備の、まあ、あ中身を言いますと、えーまあ、利益率の高い案件あるいは低い案件こういうものが入り交じりますのでたまたま,まあ21年3月期はそういうあられ率の高い案件が当たってたということでもともと奇襲予想のところでそれが見込んでおりましたので。 前年人の比較においてはご留意いただければというふうに思います。それで次に各営業種目別の行政規制ということで申し上げています。まず防災設備の方でございます。これは、 基本的に、この建物、構築物、ありとあらゆる建物のですね、えー、まあ消防設備、これを司さっている部隊でございまして、日本ドライケミカルのまあ売り上げのこ,こにございますように、今半分以上を占めるセグメントでございます。こちらの方は、あ前年比、 東京・トータルの数字でですね、15億4300万を超えて、まあ、売上高256億1800万ということで、順調に推移してございます。まあ、皆様ごあの、もう東京・千、えー、再、えー、開発案件が非常に、まあ、あ順調でございまして、えー、私ども、そういう大型の商業ビル、あるいはプラントの基地、 工場、ここへの消防設備、これはもう長年携わってきておりまして、そこにおける知見ノウハウ、設計能力、施工能力、この面においては、日本ドライケミカルはおそらく業界ナンバーワンというふうに受付してございます。はい。 次がメンテナンスの方でございます。これはメンテナンスということはですね、この消防防災設備の点検業務でございます。消防設備はですね、消防法上、年2回必ず点検をしなければいけないということで、このセグメントも非常に重要なセグメントございまして、 えー、このところのメンテナンスの非常に重要な点は一つは、荒利率が高いということでございます。えー、このセグメントの、えー、売上げの数字は順調に推移してございますが、私としては、このメンテナンスの種目、セグメントですね、 ここの売上の数字をさらにさらに伸ばしていくというのが日本ドライケミカルの一つの課題ではあるかというふうに思ってございます。お客様の方は、消防の設備の方はですね、サブコンさん、ゼネコンさんで、プラントにおいては直従が多いんでございますが、ここのメンテナンスのセグメントは、 ほぼほぼ、シェス、セシ様です。えー、ビルディング、建物のオーナー様が、まああの、お客様になってまいります。え、それから、あ、次に、商品というセグメントがございます。えー、これは、ここにあり,ありますように、主に、手前どもの消火器ですね。我々消火器も製造してございますが、 えー、日本ドライケミカルの消火器の非常に、えー、特徴の点はですねここの絵に写真にありますように、えー、容器があアルミを使っている、まあ、多くの皆様が、えー、目にされる消火器は鉄製の消火器だと思いますが鉄製の消火器に比して日本ドライケミカルの消火器はアルミということで非常に軽くなってございまして えー、この軽さが、まあ、日本ドライケミカル消火器の一つの特徴でございます。このー売上も、えー、21%ということでございまして、この21%そして94億という売上の数字、まあ、これ消火器だけじゃなくて、えー、いろいろ防災グッズとかその他いろんな工事案件も含めましての数字でございますが、日本ドライケミカルの えー、消火器のマーケットシェアはほぼほぼ10%でございます、えー。ということはどういうことかというと10%ということは伸びしろがまだまだあ,ある大きいというふうに私は理解してございまして、えー、この消火器皆様の、まあ、消防防災機器の中で設備の中で一番皆様にとっても、まあ、身近にあるそして目にするものであると思いますが。 あこの消火器についてもです、ね、10%のマーケットシェアしかない、逆に、えー、さらなるマーケットシェアを伸ばす伸びしろが、えー、いっぱいあるというふうに理解しております、えー、次に、えー、セグメントとしてです、ね、車両のセグメントがございます。 もう見ていただいてお分かりのとおり、えー、手前どもの売り上げの数字の比率でいけば、まあ、3.1%ということで少ないんでありますが、えー、この消防車両はあ、まあ、あの日本ドライケミカからずっとやってきておりますただ皆様もこれを見てお分かりのとおりですね、えー、2000年の3月期を境にですね 全体の台数実注台数そして売上も減ってきてございます、えーまあ、その意味ではあこの日本ドライケミカルの中で車両のセグメントはなかなかあ難しい厳しいものがあるこれはあということで認識してございまして逆に言うとですねこのセグメントの、えー、収益面の改善、えー、新たなリーエンジニアリング こういうことはしっかり日本ドライケミカルとしてやっていかなければいけないということでございましてえまあ2020年今年度ですね2022年度を皮切りにこの車両ビジネスのリーエンジニアリングを日本ドライケミカルとしてスタートしたところでございますま。ああ年スタートしてから 50年ずっとやってきてるんでございますが、まあ、皆様ご案内のようにこの消防自動車のところでは森田ホールディングさんが圧倒的ににな位置におりますそういう中で日本ドライケミカルの消防車両がどういうような光を輝かせるかどういう消防車両がお客様に受け入れられるかあるいはどういうところに我々の消防車両がコンペティブエッジを持つか。 こういうことがわれわれとしてしっかり認識して分析して対応していかなければいけないということでありますのでこれが我々の一つの課題であると思ってございます全体のです、ね、売上高の次の表はです、ね、着実にまあ売上高はです、ね、順調に右肩上がりで上がってきておりまして 億この3月期は447億9300万ということでですね、自分としてもこの売り上げの増加の傾向はですね、順調にきていかなというふうに思ってございます。その中で、皆様ご案内、見ていただければお分かりの通り、このお 256億1800万という防災設備のほうですね、建物の防災設備、ここのところが一番私どもの大きなセグメントでございまして、このセグメントにおいてはさらに、さらなる我々の競争力の強化、コスト削減、こういったことにおいてです、ね、しっかり我々の立ち位置を強化していきたいというふうに思っています。ちなみに、えー こういうい今、日本の経済の状況下でありますが、消防防災、いわゆる防災への設備投資、これは衰えることはございません。そして、さらなる大きな建物、あるいはデータセンターとか、日本にとって非常に重要なセグメントの え、設備投資。これは、近年、どんどん大きくなってきてございまして、そういうところに必ず消防設備は絶対に必要なところでございます。そして、そういうところに消防設備を施工し、設計し、施工し、ハードウェアを提供できる会社は限られておりまして、まあ、その中で日本ドライケミカルは、 まあ、自負してございますが、ナンバーワンであろうというふうに思ってございます。次に、貸、えー、借対象表ですね、貸、えー、借対象表の方は、この数字を見ていただいて、資産の合計が414億5100万、えー、資産負債合成が4 1四億,億5100万ですね。 えいうことで、えー、まあ、あのー、ずっと、この、自己資本のところも、順増の状況になっておりまして、えー、財務構成も非常にバランスの取れたあバランスになってございます。えー、ということで、キャッシュフローの方ですね。次のページ行ってください。えー、キャッシュフローの方も、お非常に、えーまあ順 上というか、当然あるべき姿のキャッシュフローになってございまして、営業活動は、まあ、31億7400万の流入、投資活動は20億6800万の支出、これはいろんな形でですね、投資もしてございますので、流出となってございます。財務活動の方は大きな動きはなくてですね、現金の残高がこのような数値になってございます。はい。 次に来、来年3月期ですね。この2022年、23年3月期の連結業績の予想の数字はですね、この3月期の売上の数字が447億9300万。これに対して、売上高は455億。 営業利益は29億、経常利益も29億ということで見てございます。えー、まあこの数字どういうふうに皆様ご覧になられるかということでございましょうが、まああの弊社といたしましてはですね、えー、この数字でですね、この22年。 22年度ですね、しっかり頑張っていきたいというふうに思ってございます。それから、配当の方ですね、こちらの方は、年間を通して30円ということにさせていただいてですね、 これについては、この2022年度も同じ配当の金額にさせていただければというふうに思ってございます。それから、あついこの間の決算発表のときに同時に発表いたしましたが、えー、主に、まあ、株主義様の還元をお主要目的として、えー、自公株式の取得についての発表をしたところでございます。えー 内容は、株式の取得する自己株式の上限を10万株としてですね、期間を定めて自己株式の取得をやっていこうということで、これは現在今動いてございます。毎日の中年の中でですね、自己株式の取得が進められているということをご報告させていただきます。 はいあのまあ、簡単でございますが、まああの、弊社の今の数字のところをご説明させていただきました。え次に、えーまあ、日本ドライケミカルがあこれからどういうようなあ施策で、どのような将来像を見て、えー、見据えてです、ねうん、企業を業、業績を伸ばしていくか、えー、これについて、えー、お話をさせていただければというふうに思います。 で何よりももうまあ企業であればある当たり前の話でありますが収益基盤の強化もうこの一言に尽きる企業っていうのは収益を上げなければいけないそしてそのためには我々の日本ドライキュミカルが持っている製品サービスの差別化ができなければいけない で、製品サービスの差別化をするためには何が必要か。それは、日本ドライケミカルにしかない、我々独自の防災にかかる、消防防災にかかる製品、あるいはシステムを開発していかなければいけない。そしてそのためにはですね、いろいろなパートナーさんと手を組みます。 日本ドライケミカル単独ではできないことでも信頼できるパートナーさんと手を組めばそれが可能になってくるということであります。もちろん日本ドライケミカルの中の研究開発体制、これも毎年毎年どんどん充実しておりまして、そして合わせてパートナーさんとのアライアンス、これの強化を深掘りを図っていくと。 こういうことでございます。えー、せっかくの機会でございますので、皆様に、まあ、皆様の身の回りにこう、こういう建物でも全部、防災設備、消防設備機器入ってるんですが、システムが入っているんですが、日本の消防の現況というか、歴史的なものを言うと、もう近代消防になってですね、えー、50年、60年の歴史があるんです。それで、 その,その間ですね何か画期的なことが起きたかというと私の認識はそう大きなものが起きてない確かに確かに大きな火災事故大きな死傷事故ができて起きて皆さんもご案内のように大きな火災事故歴史的に結構数多くありますその時の不幸な火災の事故があります。そそしてその ことの手当というのがどういうことだったかというと、後手後手の手当であります。基本のところの根本的な骨間のところが変わっていない。で、事後的な手当しかできていないというところに、日本の消防の、まあ、えー、自分の言葉で言えば弱点があるのではないか。 それは海外と見てどうなんだろうか。こういうのが自分の問題意識でございます。で、私ども消防機器メーカーというのは、世の中に皆さんに安心安全を提供する。この尊いミッションを持っている。そういうところでですね、従来の球体以前の ものを出し続ける消防機器製品を出し続けていいのかこれが自分の私の基本的な問題意識であります。故に何を申し上げたいかというとまだまだ日本の消防のよ機器システムこれがもっと良くなる もっと効果的、もっと効率的、そしてより環境対応の型の消防システム、機器、こういうものの開発が可能であります。そこに日本ドライケミカルは向かっていきたい。そういう可能性が山ほどあります。確かに日本の経済は よく言われるように成熟型。そして人口は減少する。だから大きな需要は起きない。自分とこの会社、自分と私ともの業界、これはそういう考え方から今の既存のものを大きく変えるわけにはいかないかもしれないけども、視点を変えた形でですね、安心安全の質を高めていく、変えていく、 変革していく、そのことによって大きな需要が生まれるというふうに確信しています。それゆえに、私ども日本ドライケミカルは、新たな製品、作り、新たなシステム、新しいコンセプト、こういうものを、この消防防災の業界にそういう新風というか、まあ、 新しい風を、アイデアを吹き込みたい。こういう思いがあります。ということで、えー、これからちょっとせっかくのお時間なので、まあ成長戦略ということでですね、えー、お話をさせていただければというふうに思います。まあ、あの、先ほど申し上げました、 右の方に書いてございます。えー、これだけじゃなくて、本当に、もう歴史をたどれば、本当に悲惨な事故がずっと起きてます。で、その都度、その都度、まあ、手当はされているんですが、強化はされているんですが、まだ起きてしまう。そういうことへの、我々消防機メーカー、消防防災のメーカーとしてですね、 え何かをしなければいけない。そういう今、強い思いを持っております。ということで、えー、その次のページ。で、実はですね、消防法の17条ってなんですよ。日本の消防法17条。で、17条っていうのは、 どこをカバーしてるかというとですね、こっからな。こっからね。つまり、煙が、火災が発生して火が出て、その避難まで消火、避難まで消防法17条というのは、こっからこっちカバーしてるだから、我々も、 常に頭にあるのは、こっからこっちの。灯こはですね、大切なことは、安心安全は、こっからここだけじゃなくて、ここの前もある。ね、そういうことを、今、私どもは考えてる。で、今一番上に書いた、火を起こさせない。 火を起こ,さ起こさない、火を起こさせない火災を未然に防ぐという、まあ、新しいジャンル、新しい分野、こういうところに注目しております。で、言葉として、予防防災、プリエンプティブ、英語でね、プリエンプティブという、えー、言葉を使いたいと思いますが、要は未然に あらかじめ自分たちを守る、建物を守る、そういうことを、に、我々日本ドライケミカルは注力していきたい。またそういう製品、システムを開発して、市場に出していきたいというふうに思っています。一番ここにある、超高感度煙管検知システム、ベス s というのがあります。 あの、皆さん、今日、せっかくですから、この、ですだね。V, E, S, D, A ね。これの、V は、very, very, thank you very much の very. で、E は、arry.arry morning の arry. で、S は、smoke. で、detection. 発見するの detection. で、A は、アパライタスです。つまり、早い段階で、煙を見つけちゃう。そういう機器。 でございまして、非常に語呂合わせでいいんですけど、これ、あの、オーストラリアのエクストライスっていう会社が、えー、開発しておりまして、えー、もう長年世界で相当出ている品物でございます。皆さん、煙ってね、見えるもんだと、でね、本当に初期の段階って煙見えないですよ。くすぶっていると、本当に初期の段階。でね、このベスダっていう機器は、 吸引式、その空間の中の空気をこういう、例えばこういう空気あるんですね。で、それを、煙って大体上上がっていくでしょそれで、その上がっているところから、吸引式とい言って吸い込んじゃう。その空気を。そして、煙の細かい細かい粒子を感知するんです。すごい微量な煙の粒子を感知することができるんです。で皆さん、あの、煙感知切ったでしょ こういうところにも全部ついてます。煙感知器ね。で、実はね、煙感知器が火事です。で煙感知器、煙を感知してあ、受信機の方で火事です、火事ですというタイミングはもう相当煙が上がって、煙の濃度も高まり、火の手も上がってるかもしれない。ということなんです。ですので、もっと早い段階で、 もっとこっちのところでですね、早く煙を見つけて、その煙の感知をして、そして早くそこに行って、そして早く手当てしちゃう。これが一番安心安全につながる。そういうことでありまして、我々、この予防防災ということに対して、あえてあまり声を上げていなかった。 これはなぜならば消防法17条はそっちはカバーしていないからです。でもそれで安心安全が担保100%の120%の安心安全が担保されるわけではない。故にこういう製品システムが世の中にもっと出てきてしかるべき。こういうことで今このベスダっていう製品を日本ドライケミカルは特に今データセンターさん 多くのクリーンルームありますね。ああいうところは絶対に火災を起こしちゃダメなんです。だから早い、早い段階で火災の源をキャッチして、そして、えー、そういう火災の源を早い段階で潰してしまう。こういうことが必要でございます。それから次の真ん中のですね、この 熱感知光ファイバーセンサーと言えるで皆様は光ファイバーはよくご存じだと思います。で光ファイバーは通信手段で使われておりますね。でと,ところがですね光ファイバーの,その通信手段で使うそういう機能と同時にですね実は光ファイバーは熱の上昇を感知することができるんです。これも 非常に光ファイバーの有効をさらなる可能性を秘めたというかそれを見つけそしてそれを商品化にまで持っていっているこれは実は光ファイバーは沖田工業さん私どもの株主さんで一つ一社である沖田工業さんと共同で開発したものでございますで、えー、どういうふうにして熱を感知するかというと光ファイバーっていうと当然ずっとリニアで張っていきますが 熱の上昇のところで光ファイバーがの反射光があるんですがその反射光が歪むんです歪むことによって感知するんですこれ非常に繊細な技術ですでそれを今我々開発しましたオキデン工業さんとそれでさらなる素晴らしいことはこの光ファイバーは線でずっと引っ張っていますから どの箇所が歪んだのか、どの箇所が熱上昇があったのかということがわかるんです。これが一番素晴らしいところでございまして、火災を見つけるときに場所がわからない。どこが異常温度の上昇があるのか、この場所がわからない。これを見つけてくれるのがこの光ファイバーのシステムであります。 で、えー、ここまで商品化あ、まあ、あの、我々頑張ってですね、したんですが、えー、こういうものがですね、今、世の中に今、これから出ていきます。えー、まあ、私どもがあ、ターゲットにしたいのは、えー、重要文化財でございます。例えば、沖縄の、あの、文化財ありましたね。あっこにこれが貼ってあれば、本当に早い段階で、 見つけることができ、そしてそこに早いところに行けば消火器でででもも何るんですよ。だからいかに早く見つけるかっていうことが消防防災の基本中の基本まさに予防防災っていうことがこれからもっと重要でなければいけないだろうというのが日本ドライケミカンの考え方でございます。17条の前の前ところで見つけちゃうと そういうコンセプトを今、私どもは今日、これから強化していきたいというふうに思っています。次回、ね、そ,それともう一つは、これ、クイックスプラッシャー。これですね、あの、何回かも新聞の記事にも載っておりますが、えー、もう本当に悲惨なあの、京都アニメの、えー、事件。それから大阪のクリニックの事件。 ああいうのがございました。そして、これですね、え瞬時に、えー、薬剤を放射します。えー、で、これを巻くことによってですね、例えばガソリン巻かれましたねテ、テロのような行為でね。で、そのガソリンの湯面の上に、これを、薬剤を、これ一瞬にして巻きます。そうすると、ガソリンの怖いのは、えー、蒸発です。非常に因果点が低いですから、あっという間に蒸発します。 この蒸発を未然に防いじゃう。あーっという面の上を薬剤が一面で覆いかぶします。そのことによってガソリンの蒸発を抑えます。そういうことのできる機器を開発しました。我々消火器メーカーでございますが、消火器は10秒以上放射し続けなければいけないという、なっています。でも、それじゃあ長すぎる。 ガソリンの蒸発はもうそうやってバーっていっちゃうだからその早く早く蒸発を抑えてしまうことも大切だろうということで私どもはまあこのクイックスプラッシャーを開発する時に消火器メーカーの技術をふんだんに使いふんだんに取り入れました。でこういう,う油の蒸発を未然に防ぐという製品をですね開発してございます。 次行ってください。えそれから、えー、もう一つ、これも申し上げておきます。皆様、あの、有機フッ素化合物という言葉はお聞きになっていると思うし、また P4、P4 という言葉お聞きになっているかはどうかわからないんですけど、えー、沖縄の米軍基地で薬剤、消化薬剤が 川に流れて泡だらけになって大変な環境問題になっているというのはご存知かと思いますが実はですね、えー、我々使っている泡の消化薬剤はあこの有機フッ素化合物が入っています。で p 4 p 4 s が入って p f s p f が入っておりましてこの、えー、有機フッ素化合物特に ここにある PFOSP4 っていうものがですね、今規制になっています。これはまああの、皆さんご案内のように、えー、環境問題はもうヨーロッパの方が圧倒的に早く規制されていきます。そして、えー、より厳しい,い,い規制がどん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 進んでいっております。え、いうことで、えー、我々もこの、えー、環境問題に、 さらされています。そして、ユーザーの皆さんも、日本社会全体がこの環境問題にさらされているっていうことであります。で、我々は、こういうことに対して、積極的に、この環境問題に対応していこう。そして、そういう薬剤を開発していこうということで、このグリーンアルコエースというものを開発しました。でこれは p、p f スピ P4 は一切含んでおりません。 とということでですね、将来の環境問題規制問題には、えー、の憂いはないそういう薬剤でございまして今こういうものを今市場にございますそして今こういう薬剤をが代替物でとしてありますよということを私どもは大きく世の中に問うていきたいというふうに思ってございます。 それから、あさらにはですね、えぇ、ー、まあ、g ウェットという言葉がございますが、私どもの造語でございます。G はグリーン。で、ウェットは、まあ、濡れるということですね。それで、これ、完全にフッ素フリーのですね、えー、薬剤。フッ素フリーの薬剤で、 えー、消火器をお出していきますまずう、住宅用の消火器。これを、いつ出す ?7 月 ?7 月には販売します。えー、あの、今日皆さんにお会いするのは、もう大丈夫ですのでお話ししてるんで、大丈夫じゃないやつお話ししませんが、えー、皆さんのところの住宅用の消火器。 えー、お持ちの方かお持ちでない方もいらっしゃると思いますが大体粉末かなで消化器はやっぱりね私は粉末よりも液体系の方がいいと思う粉末大変出した後ね、ねほんと処理が大変ですで液体系の方がずっと楽ですでちゃんと消せますで液体系の問題は中性強化器っていうことでですね実はフッ素が入ってる 私どもの中性強化器の消化器もフッ素入ってます。で、私どもは今回、このフッ素が入っていない、え液体系の消化器を開発することに成功しました。そして、型式も取れる見込みが立ちました。消防防災の世界は、まだまだ開発する余地が無限にあるということです。つまり、無制限。もうこ、消化器だって、この50年、 形も何も変わってない。皆さんの目の周りにね。でも、あれでいいんだろうか。で今回、まあ、業界で高性能の消火器、もっと消せる消火器を、えぇ、ー、2、年、二年前ぐらいかな、出しましたけど、あの、変わんないんですよ。その、消防防災の、えー、製品システムが。これが自分が一番、えー、チャレンジしなきゃいけない。 ものだというふうに思っています。まあ、そういう意味で、えー、まだまだこの日本の市場、消防防災の市場はですね、まだまだ深掘りし、まだまだ開拓する余地は多分にある。そして、まあ、安心安全の100%の答えはないですよ。ない。ですので、その100%に向かう、一歩でも二歩でも近づいていく、そのための企業の開発、製品開発、システム、 開発の努力、それは怠ってはいけない。そしてそういう良い,いものを、より効率的なものを、より環境に良い,いものを世の中に出していく。そしてそのことによってですね、世の中の安心安全がより高品質になる。その結果、日本ドライケミカルの数字が伸びていければ、それが一番良い,いことでございまして、日本ドライケミカルは そういう企業を目指して、これからも頑張っていきたいというふうに思ってございます。ということで、えーまあ、本当に簡単でございましたが、えー、説明をこれで、あとはよろしいんでしてね。はい。えー、じゃいうことで、えー、説明を,をさせていただきました。ありがとうございます。遠山社長様、ご説明どうもありがとうございました。えー、それでは、ご案内の通り、 最初は会場にお集まりの皆様からの質疑応答に入ってますご質問のある方は挙手していただければ会の者がマイクを持ってまいります、えー、ご質問いかがでございましょうかあはいありがとうございますお願いいたします すいませんあのご丁寧なご説明、ありがとうございましたか,あのかなり久しぶりにあの直接お話を聞いてるんですけれどもあの、まあ、一時期よりこう一時株価上がったなと思って見てって言いながら、ず分下がったなと思って体験してるんですけれどもあの、投資と、御社のキャッシュの使い方に関して、まあ、キャッシュの稼ぐ力も上がって、 来られてで,すね、でも一方でそんなに配当を増やしてないなというのも、まあ、で見えますし配当成功もで見ると低くなったなとも見えますし、えー、質問としてはあの投資としては今後どれぐらいのキャッシュを必要だとお考えになっているのかという点と配当で還元するお考えっていうのはないのかあるのかという点で。 ございますすよろししくお願いしますありがとうございますあの、まあ、ちょっとねここのとこ我々防災セグメントの株価少し低迷しておりますがもっと高くあってほしいなと思いますけども、えー、まず一点の回答のところはあ私の今の考え方はあ日本ドライエミさらなる収益の基盤をしっかり上げていきたいということと 貪欲でございます。その、その面においてえー、そして、収益基盤を上げ、そして、えー、まあおっしゃったように、投資の方にも振り向けていきたい。えー、あと、基本的な研究開発にもしっかり資金を回していきたい、えー。この研究開発というのは、やはり期間がかかる。そして、 ありとあらゆるいろんな検討を進めなければいけませんので、まだまだ私としてはその点で不十分だと思ってまして、そういう意味で、そういうことがしっかりできた暁に、おそらく日本ドライもミルカールというのはもっと大きくなって、そしてそういう神様への還元の可能性も出てくるのではないかというふうに今は考えております。金額でいうとどれぐらいの人 投資っていうのは必要になられるんですかね社長のおっしゃってる十分っていうのはあの具体的な数字はちょっと申し上げられないですけどあの、まあ、いろんな今案件もございますし新たな開発のための大きなあ、まあ、研究投資こういったものもありまして、まあ、あの数字的にはちょっと申し上げないですけどそういう案件を持っているということでございます。 いやちょっとくどいようですけども、配当も2億くらいしかキャッシュとして出してないと思うんですけども、これが4億になったところで、御社の今の稼ぐ力からすると、全然あの投資もした上で配当もできるんじゃないかなというふうに見えるんですけどやっぱりそれは違うというお考えなんですかねあの。自分の気持ちの中でもっと収益を基盤をつく強くしておきたいと、この思いであります。<laughs> その上で <laughs> ありがとうございました。他に会場の皆様で。ご質問ございますでしょうか。はい、ありがとうございます。今マイクを持ってまいります。ご説明ありがとうございます。三点をお伺いさせてください。まず。一年目が。えっ、ー、と。あの防災。 についいては全然詳しくないのでああと財務表の基本的なところなのかもしれないですけれども、長期貸付金が20年から21年にかけて26億から29億あって、今期、な、まあ、くなっているというところで、これはどういった用途で貸付けられていたのかという点について、教えてくださいあ一つ、一ついいですか、はい、それはあの韓国にある会社への貸付金でございますこれもアアライアンスの一つでございます。 で、あの、二十二年度はなくなったというのは、また、どういう経緯にあるんでしょうか。短期から長期あ、そう、長期から短期に。あ、だというと。だから、金額はそんなに減ってないじですか。はい、わかりました。<laughs> はい。二点目が、えー、投資家就労で今期十。一億ほどでしょうか。ちょっとすいません、数字今ったんですけども。えー、十一億。有形固定資産の取得とありますが。これは、あの、その事業の成長に向けて、どういった形の投資をされたものになるんでしょうか。 投資ゆか証券ですか、あ、投資関連、それもマステコさん、だよああ、うん、あの設備投資、まあいっぱいやってまして、千葉私ともちあの千葉工場と福島工場と、それから韓国に一つ工場を持ってます、それからあのマステコっていう会社を持ってますので。 まあ全部工場を持っていますのでそこの設備投資、まあ、先ほどの指紋にも触れますがまだまだあの設備投資というのはあのかなり古くなっているものもございましてそういうものにしっかり、まあ、お金を使っているということでごござざいいまますす、はい、ありがとうございます3つ目はあの質問というか私は分からないので家庭用の消火器として1つ、まあ、思いつきのやうな意で恐縮なんですけれども消火器ってその普段使い慣れていないし、まあ、私個人的には扱うのは難しいもので移動も難しいかなと思うんですけど例えばその リュックみたいな感じで背負った形で片手でできて片方の手は開くみたいなそんなあのんでしょうあまり使ってなくてもあの火災時に動きやすくて使えるようなとかそういったなんかその機動力があってあと軽量まあできていたりとかそういうものがあるとより消火器使いやすいのかなとか思ったりするんですがそういったのはいかがなのかなと思ったんですがす晴らしい質問でありがとうございます <laughs> ただですね使い勝手がいい 確かに便利ですごく簡単だ。でもそれで本当に消せるかって。これはあるんですよ。ですので、今日本の消火器、そういういろんなお声を聞きながらの今の産物なんです。えー、いうことでですね。ただ、先ほどちょっとあの出しました、えー、これからあの7月に出していく住宅用の消火器。これですね、2キロないです。で、これアルミなのでもっと軽いんですよ。 ぜひこれあのお勧すすめします <laughs> <laughs> ありがとうございました他にご質問ございますでしょうかはいありがとうございます今マイクまいります ごご説明いいただきありがととうござまますすデロトママスティーマックの,のぶたと申します成長戦略のところで、先ほどもあの韓国とのアライアンスはあったのですが、アライアンスの過去事例等で教えていただけますでしょうか。よろしくお願いしますそうですねつまり、有力パートナーとのアライアンスですので、この韓国のマステコさんという会社は、えー、UL 品というのがあるんですけど、これ、アメリカの企画。で 消防機器、一斉解放弁、流水検知器、それからスプリンクラヘッド、こういうものの世界的なメーカーでございます。で、あのご案内かどうか知らないですけど、あのジョンソン・コントロール、昔の太古という会社、これはもともとそういうところに非常に強い会社でございます。世界的な会社です。でも今、この会社さんは、実は中近東の、中近東ものすごく今、消防機器が入ってまして、これマステコさんが実は勝っちゃってます。 それで、えー、コスト競争力がある。そして品質も問題ない。というところと私どもを組めました。これが強い。そしてこれの作ってくれる製品を我々は日本で持ってきます。もちろん日本の検定企画を取って。えー、それが我々をさらに強くします。つまり我々は日本ドラケミカルは設計、 エンジニアリング、施工能力は絶対負けない。そこに、ハードの機器、そういう消防機器が、コスト競争力のあるものが手に入れば、我々は今、そういうコスト、その消防機器、設計のためのエンジ、あの、施工のための機器は全部外から買ってるんです。自分たちでは作ってないんです。で、これを、よりコスト競争力のあるものからのパートナーから我々が手に入れることができれば、 圧倒的に強くなるこういうアライアンスを組んでいきたいということでございましてアライアンスはまあ先ほどの光ファイバー沖電工業さんもしっかりでございます、はい、ありがとうございますありがとうございました他にご質問ございますでしょうか ございませんでしょうかそれではあのオ,オンラインでご参加の方からの質疑応答に移らせていただきたいと思いますが、えー、私どもの確認する限りオンラインでのご質問はいただいてないようでございますいましてご質問は以上ということになります、えー、それではご質問もこれでないようでございますので、えー、終了とさせていただきたいと思います、えー、本日は 石田あ社長あすみませんえっ、ー、と遠山社長様、えー、亀井様誠にありがとうございましたはいどうもありがとうございましたご参加の皆様どうもありがとうございました。